獣弓類、獣弓類、十九類、サーアプシド、または獣弓目、セラプサイダは、獅子動物、単弓類の分類群の一つ。万竜類から進化したグループで、初期においては万竜類と大差ないトカゲのような姿でったが、その後期においては、体毛や高温性を獲得していった。哺乳類は、その唯一の原生群である。ユミ類の起源は、 古生代ペルム期前期、バンルー類ルスフェナコドン科に近いグループから進化したと言われている。その傍証として、頭蓋や脊椎などの解剖学的特徴が挙げられる。現在知られうる最古の獣弓類は、2億6、880万年から2億5、970万年前に生息した、テトラケラトプスと呼ばれる生物であった。続いて、最初期のグループとして、 リアルモスクス類などが現れ、ついでディノケファルス類、イシ類、ジュウシ類といった主要なグループも出現した。やがて、何らかの原因によって、バンリュウ類が衰退の道を歩み始めると、ジュウユミ類はこれに乗じる形で発展していく。ペルム紀中期から後期にかけての獣ユミ類は、陸上生態系の中の多数のニッチを独占し、衰退していく、バンリュウ類たちを駆逐していった。 ディノケファルス類は初期に肉食のグループを含むものの大半はモスコプスなど大型で鈍重な草食動物である。その特徴はディノケファルス、恐ろしい頭のイノ名で表されるように巨大な牙や角、異様に飛行した頭蓋などの特徴を持つグループを多く含む。このグループにおいて特筆すべきことはエステメノスクスの化石化した皮膚から何らかのセンラー式、 物の痕跡が発見されということである。これは感染であるとも言われるが、その詳細は不明である。このグループは、ペルム期の終わりを待たずに絶滅した。一種類を代表するグループは、ディキノドン類である。このグループの外観上の特徴は、興奮部から突き出た二本の巨大な牙、ディキノドンの名の由来である。原始的な種では、頬バを残しているが、進化した種では、 剣士以外の歯が消失し、角質のくちばしやパッドに置き換わっている。力の鈍類は、ペルム気候期においては、獣弓類の中でも最も成功したグループと言っても良いであろう。獣歯類と呼ばれるグループは、1860年、リチャード・オーウェンによって定義された。その特徴は、肉食への適応を示す、四式、二次的に装飾に適応したグループもある。 前足の指式が2から3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 であるなどとなっている。主なグループとしては、ゴルゴノプス類、テロケファルス類、キノドン類などが挙げられる。その一つ、当時最強の捕食者であったゴルゴノプス類は、化石の噴霧部に小さなくぼみが多数存在した。これは、ホラゲの痕跡であると言われている。そのため、 すでにこのグループが、対合まで獲得していた可能性も指摘されている。ついで現れた、テロケファルス類においては、骨製二次鋼害が発達し、頭頂鋼が縮小しているなど、高温性を獲得しつつあったと思われる。こうして、繁栄の絶頂にあった獣弓類であったが、ペルム期末、PT 協会の大量絶滅の際に、リキノドン類、テロケファルス類など、 ごく一部を除いた大半の種が絶滅し、その繁栄は終了した。中世代三条期初期においては、かつてほどではないとはいえ、力キノドン類は、再び繁栄している。この時期の代表的なものには、リストロサウルスなどがあり、これは、市順化石となっている。南アフリカやインド、中国、ヨーロッパ、南極などから発見され、パンゲア大陸が存在した証拠の一つとされている。 また、テロケファルス類も派生種として植物食に高度に適応したバウリア類が現れている。そして、三畳期に入ってから本格的に勢力を伸ばしたのが同じくテロケファルス類から派生したと言われているキノドン類である。ペルム期においては他に押されて目立つ存在ではなかったが、大量絶滅直後の生態系の空白に進出し、キノグナトゥスなど、 有力な捕食者が現れている。極めて哺乳類に近づいたグループで、二次郊外の完成や二性馬性の獲得、顎関節の改変、不完全ながらも直立歩行体制への移行など、哺乳類的な特徴を獲得していく。最古の哺乳類、哺乳系類は二億二千五百万年前に生息していた。しかし三畳気候期、 再び中程度の大量絶滅が地球を襲い、敵キノドン類は事実上、絶滅。キノドン類はごく少数の系統を除いて絶滅した。また、テロケファルス類とバウリア類は三畳期中期には姿を、消していたと思われる。その若干の例外が、有機ノドン類である。トリテレドン類、トリティロドン類、哺乳系類など、三畳期後期に出現した、系統である。 トリテレドン類は、ジューラキ前期、トリキロドンカはシロアキ前期まで生き延びた。哺乳系類は、哺乳類及び近縁の系統を含む分類群である。哺乳類は、唯一現存する、獣弓類となる。ジューラキ以降、獣弓類は、大型動物のニッチを恐竜など、大型爬虫類に奪われ、小型のままであった。ただし、中世代においても、 数の上では哺乳類は恐竜を大きく上回っていたと考えられている。それ以降については哺乳類の項を参照。獣弓類の分類についてはすべての研究者の意見が一致しているわけではない。以下はその一例に過ぎない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。